ウィース、どうも。大学でただ座ってただけなのに、滅の刃最新刊のネタバレをされて退学してきた太田でーす。はい、ということでね、今回は引退したと思われていた僕の COD 系の動画の復活式をこの動画でしたいと思います。後付け録音キルシュー作っちゃおうかな。まあ、最近はね、おトイレでゲームをするようにしてるんで、ここに PS4 を持ってきてます。はい、モダンウォーフェアをする前に、皆さんに、これもう嘘じゃない、嘘じゃない。これ嘘じゃないからね。皆さんね、ゲームをね、してると思うんですよ。COD やモダンやら、モンスターハンターやら、あとラブプラスとか、友達コレクションで男同士を結婚させたりしようとしてる人たちがいると思うんですけど、この僕の中の視聴者には。その方の家にとって、めちゃくちゃいい商品を紹介させてから、モダンウォーフェアをプレイしていきたいと思います。その商品は、見てください、こちら。今、寝起きで動画撮ってるので、これ寝癖です。皆さん、知りたい。はい。こちらです。まあ、こちらを、ピュッてして、こちらを、おいちい。本当の商品紹介をさせていただきますと、こちらね、株式会社 NTT クララさんの ED400 ポータブル SSD 480GB。あ、5GB じゃなくて、5GB じゃなくて、俺の頭の容量 5GB だったよ。ということで、はい、こっち 5GB じゃなくて 480GB もあるということで、こちらの商品は SSD ということで、まあ、SSD というのは、あと何かと説明しますと、これを外付けで PSO にぶっ刺すことにより、ゲームのロード時間とかを圧倒的に速くさせることだけできるんですよ。圧倒的。どんくらい速くなるかというと、レアコイルが始速値60だとしたら、磁場コイルが始速値70じゃないですか。この10の差が大きいんですよ。というのは冗談で、幼稚園生にでも分かるように言うと、普通列車と新幹線くらい速いですね。もうこんな感じ。胎児に教えるとしたら、学校に一人はいた絶対朝学校に登校するとき車に乗ってくるやつ。そんくらい早いんです。で、まあ、モンハンとかも1分かかるのが15秒とかに変わるような劇的な商品なので、まあ、COD でどんくらい変わるのかなというのを今から検証していきたいと思います。はい、ということでちょっと茶番多めになっちゃったんですけど、こっからは真面目な動画にして、ちょっとモダンウォーのプレイ風景を見せてという、段取りでやっていきたいと思う。はぁ、ゴギガギゴギゴじゃなくて、ゴギガガガギゴ。はい、まずこちらを開封します。歯で、口で開封します。この素材は確実に国内産です。理由として、日本でしかこの紙の質と味は表現できないからです。これは確実に国内産の紙を使っていますね。甘くて美味しい。なんか書いてますね。この商品はアラビア産だから食べたら危ないよ。絶対口に含まないでねって書いてます。あ、口で開けるのはやめてください。これ口で開けたら死ぬパターンのやつなんで、絶対にハサミか手で開けてください。開封したらこの3点が出てくるので、はい、まずこちらにこの線をつなげます。これで、爆弾シュー完備ということで、こちらを接続したら電源コードを挿しましょう。はい、挿してない人は僕だけだと思うんですけど。ということで、電源コードを挿した後のやり方はこちら。はい、まず設定を押して周辺機器を押します。その後に USB ストレージ機器を押して、これを押して、フォーマットをする押して、次へ、フォーマットを押したら、はい、を押して、もうね、ここで、ね、完璧で終わりです。で、その後に、ストレージから本体ストレージへ行って、アプリケーションを押して、オプションボタンを押して、早くしたいゲームを選択して、OK を押します。はい、ということで今からモダンウォーの SSD を使ったバージョンと使ってないバージョンでの比較をしていきます。まず、モダンウォーは起動時のロードの時間がまず短いので、言うほど変わらないんですけど、一応 SSD つけた方が早くなります。で、こっからが本当に大事なとこだと思うんですけど、今作からマップロードの表記が、この画面でマッチングした後に、この上に出ているステージをロード中というところになってて、わかりづらいんですけど、SSD をつけてる方が、もう圧倒的にマップ読み込みも早くて、SSD つけてない方は、もうこっちがマップロード終わるあたりで、マップロードをし始めるので、もうこれを見てもらえれば断然 SSD をつけた方がいいという結果になりました。
はい、続いてフォートナイトでの比較なんですけど、フォートナイトは COD と比べて比較的ロード画面が多くて、それも長い時間待つことが多いので比べてみたんですけど、SSD をつけたら1分35秒で、SSD をつけない場合がまだ続いてますね。2分4秒。30秒も差があります。はい。ということで、検証結果なんですけど、COD は、ロードの、最初のロード画面は、結構、時間が短いので、そんなに短縮されないんですけど、マップロードに関しては、SSD をつけた方が圧倒的に早くなるので、ロード時間が長いゲームとかをしている方は、2分のものが45秒とかになったりするので、結構おすすめ。ということで、もし、この商品について気になった方がいたら、下のリンクに商品 URL を貼っているので、そこから飛んで見てみてください。ということで、モダンウォーフェアやっていきます。ということでね、モダンウォーフェアをやっていきますね。あ、それは。見てください。6V の印に、このコントローラーマークの右側に、エアコンのあリモコンマークがついてます。これ Wii リモコンじゃないんでそう、見すて見か？て。上のステージロード中がね、この SSD をつけるとね、最速で終わるんですよ。だから、誰よりも一番最初にマップロードできて、先制攻撃できると。ずる。ね、小池さんまだマップロード中ですよね。はい、そうなんですね。はい、僕はもうね、残り0秒です。1年ぶりの COD ですけど、もうこれはゼロキルでも出すわ。まずはね、デザートイーグルで音入れを、おわ、2人普通できる。ナイス。俺デザートイーグル持った時大体負けるもん。見て。生きて使ってしまうもんね、この武器。切り替え、今の一本切り替え。キリコ、お前はキリコ。ちょ、敵強くないですか？これもしかして。いや、俺らだ。こういうことよね、つまり。でもゴリ押すと、はこういうい。ことない。いますよ、そこに。ナイス。このエイム、カットしていく。影が見えてんだよ、お前。うわあ、はい、こういうゲームなんですよ。これは L1 をね、もう押しとくだけで勝てます、このゲーム。これ魔女狩りか。じゃあ、もう一戦、もう一戦。あ、もう一戦いっとく。はい、クイズさん、まだマップロード始まってませんよね。はい、始まってません。もちころん。れがね、SSD の力なんですよ。もう動けますか？もう動いてます。マジでゼロデスでいくわ。は？俺、取ったウジ消えないんやけど。あと、もう激ロのやつ一人。これね、もうね、このゲーム L1 をね、離さなければね、絶対勝てます。そうなんですか？そうです。L1 を離すと負けます。はい、ここですね。はい、こういうことです。はい、こういうことです。おお、下にいるね。はい、バイバーイ。でんでんでってってってバイバーイ。バイバーイ。はい、もうね、ハンデとしてリボルバー1本でいってあげましょ違いない。う。あ、やべ、死ぬわ。悪い、俺死んだ。あら。待って、なんか 謎の死遂げたんだけど、こいつ。自分の C4 で死んでるやん。あ、バイバーイ。あれ？あ、ごめん、俺が取った。何歳？あーりゃまー。あ、テルミットで、一層。かぁ。そうです、あれ。腰打ちで当てよ10秒前。ワンチャンある、マジワンチャンある、マジで。それ、リロードが。おお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 
い。ありゃー、圧倒的勝利。このマップの特徴は自分で武器を拾うというね。そうなんです。ここで10キルします。僕は宣言しました。10キルさせろー。うわ、びっくりした。うわ、びっくりした。1回俺らのいたところにおるわ。バカが
生まれた時からエイム力がついてる。うん。オーギャーと共にコントローラーを持ってた男。いや、有能すぎ。ジェイス1枚引いたな。俺らのジリス。もう一つ左。10秒前。うまい。ソードさん。10キル0デスあるよ。あ、12キルだった。もうハンドガンだけで12キルいっちゃうよ。いや、マジで俺なんか、エイムいいデスある。あ、いた。あ、死んだわ。その下、左。と、その、正面です。うまい。おら、おらおら、おらおら、わははは、あるよ。スナイパーなかったっけ？どこやろ？この右後ろとか、この階段登って真後ろみたいな。いや、いいわ、ドラグノフで。ドラグノフでいいわ。ナイス？ナイス！もう読みが完璧なんですよね。ということでね。はい、今日はここまででしときめーす。これで僕のモダンはね、最終回なんですけど。最初で最後やった。そうです。